お腹いっぱいになるとこうやって遊んじゃう。聞いて。ねえ、もうこの間さ、かっぱ寿司に行ったの。うん。お母さんとお父さんと。でさ、うん。こう。席案内されるやん。うん。で、通路を、私たち家族、うん、で、ちょうど目をパッてあげたら、その対角線上に、小中と付き合った子がいたの。うん。えっと思って。うん。まあ、TS ということに、あ、そう言われました。モスバーガー終わりました。イニシャル TS にしときましょう。うん。TS がいてね。うん。で、え、やばっと思って。うん。私、その子東京にいたと思っちゃうから、うん。成人式にもいなかったし。うん。え？かわいい。キリちゃん！やったの！やったの！やったね！うん。で、えと思って。で、その、三人組で来て、その男の子。ここに、私が気になる。ってか、好きだった子。で、ここに多分ダメ。同級生。で、ここに一人いたんだけど。で、ここの子は、もう私が好きだった子ね。は、なんかもう、一切こっち見なかったの。ずっと携帯で。だから、やばーと思って。でも、いつ見るかわかんないから、うん、気まずいから移動しようと思って。でも、その前にチラッと見たら、うん、なんかこっちじゃなくて、こっちの子が私のことめっちゃガン見してんの。うんみたいな、うん、多分私が装飾するに昔メガネ君だったパターンかなと思って、でもごめんけど1ミリも覚えてねえお前のことと思って、うんうんうん、でもめっちゃ見てくるのこうやって、うん、で穴開くよ私みたいな、うんうん、めっちゃ見てくるので、もう耐えられなくなっちゃって、でこう私とお母さんパパだったんだけど、パパの方に移動して、でお前のことマジめっちゃ見てるぞみたいな、その私が好きな方じゃなくてよくわからんメガネ君見てるぞって言われて、やばって思って、うん、で、お母さんとかさ、めっちゃさ、じゃあもう連絡先聞いてきないよ、LINE 聞いてきないよみたいな、うん、で、でも行けないじゃんそんな、うん、行けないから、いやいいよみたいな、で、その子との思い出がめくりめくって、なんで好きだったんだろうから思い出したんだけど、小学生の家庭科の授業でめっちゃ具合悪くなっちゃって、私がで、ST 君がなんか誰も気づかないふりをしてたのに、ST 君だけが、なんか、先生行くみたいな。保健室一緒に行くみたいな。で、先生もほら、ミシンだからさ、あの、狩り扱ってるからさ、目離せないじゃん。だから、ST 君が早くキスして、先生、あの、ネオンちゃんが具合悪そうなので、僕行ってきます、みたいな。うん、え、スキッピーと思って、うんうんうん、そんな好きになっちゃうじゃん。うん、誰も気づかないのに。うん、これしかも、ボンボンってやってくるじゃん。うんうんうん、なんか、大体さ、小学生男子ってさ、ほら、あんまりさ、優しくできなかったりする年頃じゃない、うん、なんでこんな私に優しくしてくれると思って、で他にも思い出があって、なんか銀魂を初めて教えてくれたの、うん、ST 君が、私はもうもっぱらブリーチ派だったんだけど、うんうんうん、ST 君が銀魂もいいよみたいな、ちょっと見てみなみたいな、うん、で見てみて面白いみたいな、うん、でよく私はブリーチのアルバムとか買ってたから、うん、その特典とかはね、ね見て見てこれめっちゃ投資料めっちゃかっこよくないみたいな、うんうんうん、いいじゃんかっこいいじゃん、え冗談いいものだって、冗談私が前その ST 君の後ろだったからさ、うんうん、こうちょっとこう話したりね、うん、なんだろしてて、うん、甘じってーと思って、うん、そんな思い出すなよと思って、うん、甘じってーね、そう甘じってー思い出を思い出してしまって、で中学の時に事件は起こるわけですよ、うん、なんか卒業式の日に、私テニス部だったんだけど、テニス部のみんなに寄せ書き書いてもらおうと思って、なんかみんなのとこにこう、持ち行ったの、こう、これ書いて書いて、みたいな。うん、で、ST 君が、あの、3年間同じクラスになることはなかったんだけど、うん、いたから、え、ねえ、ちょっと書いてよ、みたいな、ST 君も、みたいな言ったら、うん、あ、いいよ、みたいな感じで、うん、でこう、書いて、はい、どうぞって、うん。なんて書かれたと思う、うん、大好きだよって。アルバムに書いてきたの、うん、しかもハート付き、うん、と思って、うん、で聞こうと思ったんだけど、大好きだよってどういう意味って聞こうと思ったんだけど、じゃあねーみたいな、お互い頑張ろうねってさらっと言っちゃったから聞く余地もなくて、うん、でそれをパンドラの箱にこうしまっておいたのよ、で久しぶりに来る ST 君に再会してしまったことによってパンドラの箱がこうパカッて、うん、開いてしまって、えあの大好きだよがどういう意味なんだろうみたいな、うん、でお母さんにね、母にね、なんか、いい、彼女いんのかねみたいな話になって。サンダルにジャージっていう格好だったの。サンダルにジャージはいないか、もしくは彼女いるから、
いいの現れどっちかだよみたいな、うんうんうん、行っときゃよかったかなっていう。え、行かなかったね。行けなかった。え、向こう気づかなかったの。うん、ずっと携帯見とったっけね。じゃあまた死ぬまれたまんまじゃん。覚えてないかもしれんけどね。本当にモテない人生だから、本当にモテない人生っていうか、マジでね、この年になってこの性格だと本当にね、いいことねえよ。え、マジそれなんもねえ、マジで。そう、なんか面白いことがもう一個あってさ、カリブの海賊って知ってる、うん、東京ディズニーランド、うん、その時に一番最初に船に乗り込んだ時に夜空にね、流れ星が流れるんよ、うん、で、私お姉ちゃんで乗ってて、コロナが始まる前ね、うん、乗っててさ、うんうん、で、私がこの船に乗っている全員幸せになりますようにとかって、うん、願い事を叶えたの、うん、で、そしたらお姉ちゃんが、いやいや、私はネオンちゃんにね、幸せになってほしいよって言われて、うん、だからネオンちゃんが幸せになりますようにって言った瞬間に流れ星一個も流れなくなっちゃってやばくない？いつもシューシュー流れてるのに、それはお姉ちゃんが言った瞬間に一個も流れないの。そう、で、なんか、お姉ちゃんが、え、気まずって言うから、え、私なんか気まずいよ。そのまま進んでくる。気まずいな。気まずい。なぁ、驚いたなぁ。どうなの？目の中たち、パゲッティさ。めちゃめちゃ出るじゃん。まで帰っちゃいちゃう。ラジオ感じてる。リングベチュチュ感。やばいね。スパゲッティ。最近こればっかりです。なんでなんで。ラインの会話もさ、わあ、音置いたな。可愛いやん。置いてないのかな、スタンプ。知らない。あったらもうそれで会話成立するやん。って。はい、これいちごショコラ。スーとロベリレボリューション。いいですか？いちごのマークはこれですよ。元気ないちご。食べ頃ないちご。不機嫌ないちご。そうなの？知らん。そうなのかと思ったじゃん。全然違う。なんか今日の服の組み合わせいいね、色が。ほんと？じゃあ私といいよね。いい感じだね。いい感じ。急にどうしたの？急にないやん。服のほらもうさ、食べれないからさ、お話で詰めるしかないんだよね。急にないやん。ねえ、しぼしぼしてどこが自分の体調不良が出てくるんだよね。歳とかの問題じゃない。今さ、このリングライト強すぎてさ、今ここすごいリングライトここにある。わかる？怖い。ちーちゃんの影送りみたいなさ。だー、ちーつってもうここに今リングライトあるんだ。私今ふとあの、インターホンのあのさ、上に飾ってあるフィギュア誰なんやと思って、自分でやってた。全部自分じゃないか。あの、チョコエッグってさ、うん、何のキャラクターでも私買っちゃうのよ、絶対。へぇー。なんか楽しいから。うん、マジカルソンか。マジカルソンって。ああ、いつマジカルソン、いついつまでも。大丈夫。今どこ入った？もうババアだから変なとこ入るとさ長いよね。長いってる。あ、ちーちゃん不思議だね。不思議だね。ごめんなさいね。難しいちゃう。ごめんなさいね。本当に変なとこ入っちゃったの今。危ねー、死ぬとこだったぜ。気をつけないとな、年々食べることには。いやもう、これでそうなるってもう、あなた何食べてんやけどね。おか。おかゆやん、一応おじややん。のどごし爽やか。